どうもドライトです。今回紹介するのはハイブでフレンドになる方法について紹介いたします。前回フレンドになる方法を紹介していたのですが、随分前に作ったため情報も古くなりました。ということでまた新たに作り直して紹介いたします。まずはフレンドの申請方法について紹介いたします。まずホットバーに名札がありますが、こちらを使います。するとフレンドの一覧が出てくるので、一番下までスクロールします。するとこのような項目が出てくるので、その中のアドアフレンドを選びます。翻訳するとフレンドを追加するという感じです。そしてテキスト入力ができるところがあるので、ここにゲーマータグを入力します。そして実行すると、これでフレンド申請ができます。そして申請された側はこのようにフレンド申請が来ていることが通知されます。あとは申請された側が許可すればフレンドになります。許可する方法は、名札から一番下へ行き、下から2番目のボタンを押します。一番下がフレンド申請中という意味で、下から2番目はフレンド申請が来てますという意味です。フレンド申請が来ているので、そのボタンを押し、ゲーマータグが出ているので、フレンドになりたいゲーマータグを選びます。ここで選択肢がありますが、ここは黄緑色のアクセプトを選択します。意味は受け入れるです。基本として黄緑色はイエスとか分かりましたといった肯定的な感じで、赤はノーややめておきますなどの否定的な感じということだと思ったらいいです。簡単に説明するとそんな感じです。そして黄緑色を選択すると、フレンド申請の許可をしてフレンドになることができます。申請を送った側にもこのように通知が来るので、これでフレンドになることができます。これがハイブでフレンドになる方法です。続いてカスタムサーバーについて紹介いたします。カスタムサーバーとは、ユーザー主催でサーバーを開くことができ、ハイブのミニゲームを特定のプレイヤーだけ招待することができます。例えばフレンドのみ招待ができ、知っている人のみで遊ぶことができます。カスタムサーバーの作り方は、テキストチャットでスラッシュ CS と打って実行すると、このようにカスタムサーバーメニューが開きます。そしてクリエイトサーバーでサーバーを開くことができ、どのミニゲームで遊ぶかを決めます。そして自分専用のサーバーを開くことができます。カスタムサーバーではミニゲームの細かい調整ができますが、カスタムサーバーは使用制限があり、通常では1回10分しかできず、ハイブプラスランクでも6回90分しか開くことができません。回数制限や時間制限があるので気をつけましょう。しかしカスタムサーバーを無制限に使えるランクがあり、 YT ランクがあればできます。自分も獲得したのですが、厳しい条件があります。 YT ランク獲得方法は以前動画にしておりますので、よかったら確認してみてください。そしてフレンドを呼ぶ場合は、コンパレーターを使うことでこちらのメニューが開き、マネージアクセスというボタンを選択します。そこでエナブルフレンズオンリーモードを選択すれば、フレンドのみ参加ができるようになります。エナブルオープントゥーオールモードは、フレンドのフレンド OK で誰でも参加ができるようになります。そしてフレンドは名札を使ってサーバー主のゲーマータグを選択し、真ん中のジョインサーバーを選びます。一番上のリムーブアズフレンドを選択すると、フレンドを消してしまうので気をつけましょう。一番上がフレンド削除っていうのは困りますね。そしてジョインサーバーを選択すると、その人のいるサーバーまで行くことができます。これでカスタムサーバーに参加することができます。カスタムサーバーだけでなく、その人が遊んでいるゲームに参加するときもこの方法が使えます。ちなみに参加するだけなら、カスタムサーバーは何度でも参加できます。以上、統合版マインクラフトの特集サーバー、ハイブのフレンド申請方法とカスタムサーバーの開き方と参加方法でした。よかったら参考にしてください。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。